このまま先に進めば話は進んでいくんでしょうかね。すんごい音したな、今。いた。お前、10代目国王の先祖返りって言われてたんだろ、カー君だ。だったらなんだ。いや、ただ、やることなすこと似てんなぁと思って。ま、ルシュテインは最後でギリギリ化け物にならなかったけど、お前は見事に落ちたな。この国の行く末が心配だ。あれ？テネスやばいの、もしかして。リジーの両親を殺したくせに何を。お前リジーと自分を重ねてんだろう。リジーを救って自分も救われた気になってる。だけどお前とリジーは違う。お前は自分の置かれた環境ばかり憎んで、なおかつ自分は不幸だと思って後ろばかり振り返ってる。ほう。何が言いたい。リジーも確かに悲運な環境にいた。でもあいつは自分の置かれた状況を憎んではいないし、何より自分を不幸だと嘆いて、後ろばかり振り返ったりはしない。だから何が言いたいんだよ。わかんねえか。お前とリジーは決定的に違う。それなのに、あいつと自分を重ねんな。見てて虫唾が走るんだよ。カー君言うね。貴様。なんだろう。実験されようとしてんのかな。おうおう、来た。リジー、どうしてここに。テネス、カー君を返してほしいの。あら。どうして。実験するのはやっぱり間違ってる。それに始皇帝の力をテレンスが持つのもきっと間違ってると思う。どうして今更そんなことを言うの。いや、なんか嫌な音楽が流れ出した。この力のおかげでこの国も少しずつだけど元の姿に戻ってきてるというのに。テレンス言ってたよね。人間の力と精霊の力の均衡を保つためにはどうすればいいと思うって。ああ、僕の出した答えは人間が精霊の狩猟の力を取り込むことだった。この力があれば精霊だけに頼らなくてもこの国を蘇らせることができる。それに僕が手にした力は精霊じゃなく狩猟のものだ。奪って何が悪い。テレンス、父上たちが壊したこの国を立て直すには力が必要だった。力がなければ僕は民に認められなかった。これが間違いだと言うなら僕にどうしろって言うんだ。あら、まあ、テレンスはテレンスで悩んだんでしょうね。リジ、君も僕を拒むのか。怖い怖い怖い。もう言い方が怖いね。テレンス、リジ、どうして。あら、あら、助けに来てくれた、いろんなのが。いろんなのがっていうか、あれ、資料か？くそ、なんだこいつらは。邪魔だ、引け。カー君、今のうちだな。よ、さっきぶりだな。ふふ、見ての通り、鎖で繋がれてある上に、変な機械にも繋がれてるせいで力が入らん。つまりピンチだ。助けてくれ。冷静。めっちゃ冷静。あんな別れ方したのによくそんなことが言えるわね。あんな別れ方をしたのに来てくれたってことは、それなりに状況を把握して来てくれたんだろ。そう、その通りです。もういろんなものをね、乗り越えてここに来てますよ。ええ、そうよ、カー君。そうか。知っちゃったんだな、的な感じだね。どうしよう。とりあえず、叩いてみる。そうね。わかんないもんね、操作方法なんてね。叩いてるだろ。叩いてる。あ、壊しちゃった。テネス怒るから。てか、あの大精霊どこ行ったんだ。お前結構、雑だな。くそ。あら。あ、テネスが暴れる。おー、強いじゃないか。アスベル。お、アスベル呼んじゃう。リジ。
え？おお、燃やそうとした。本当に小賢しいな、お前。そりゃどうも。自分の両親を殺されたのにあんた、そいつと一緒にいるの？うん。理事、どうしてだ？なんでそんな始皇帝なんかと。始皇帝だとか死霊だとか、そんなの関係ない。確かにカー君は私の両親を殺した。それなら。でも、私はその両親に殺されるところだった。え？私は両親に愛されてなかったの。邪魔だった二人を、邪魔だった私を二人は殺そうとした。どうして？私に見えていたのが精霊じゃなくて死霊だったから。他の誰にも見えないものが見えてる私を二人は気味悪がってた。それで邪魔になったから殺そうとしたの。それじゃあ、あの時僕が見たのは。お願い、テネス。カー君の力を返して。たとえ真実がそうだったとしても、もう手遅れだ。そんなことない、テネス。お、燃えてる、カー君。いい加減消えてくれよ。資料の分際です。その言葉、後悔することになるぞ。あら、カー君には何か作戦があるのか？理事。僕には力が必要なんだ。君なら分かってくれるだろ？最初はもっといいやつだと思ったのに、テネスなんか、やっぱちょっと一本ネジが緩んでるというか、おかしくなっちゃってるっぽいね。この国の奴らは父上と僕を重ねて非難する。どうせあいつの息子だからと、誰も僕を見ようとはしない。君だって死霊に呪われた子なんて言われて、誰も君の本質を見ようとしないじゃないか。いや、多分テレンスも見てないはず。そういう奴らには力で示すしかないんだ。だからリジーなら分かってくれる。そうだろ？でもそんな無理やり手に入れた力で従えても、いつかきっと壊れる時が来ると思う。ルシュテイン様がそうだったように。やっぱりそうか。やばい。バカする。結局僕の欲しいものは何一つ手に入らないんだ。理事、下がれ。わお。お、資料が。くそ、またお前か。この光ってるの、何？光ってる？なんかもやのようにも見えるけど、なんだろう。あれ？これもしかして古代語？理事、その文字読めるか？ええ、ええ？そんな急に言われても、死の子の言わずに黙って読め。古代語の記憶曖昧なのに。大丈夫だ、多分読める。なんて書いてんの？よそ見なんて、随分余裕だな。お前、本当に気づいてないんだな。何の話だ。精霊と死霊は決して関わってはいけない。それなのに、お前は俺の名前を奪った。それが何だって言うんだ。名約に反することは死を意味する。ここまで言ってまだわかんねえのか？おっと、精霊としてのお前はもうとっくに死んでんだよ。え、それって、あら？まさか？何を？今のお前は俺の名前を奪った時点で、お前はもう精霊じゃなかった。精霊じゃなかったんだ。じゃあ何だって言うんだよ。精霊じゃないなら、アスベルは。大精霊以外で名前を持つ存在なんて一つしかないだろ。おっと？始皇帝ってことか。俺が始皇帝だとでも言いたいのか。精霊は死後死霊になり変わる。もともと精霊と死霊は同じ存在だ。そんな、当然力を持った精霊は死後、力を持った死霊、始皇帝になる。
そんなこと、そんなこと、どの手記にも載ってなかったはずだ。精霊と司令は、司令は関わり合わないのが決まり、そして本来司令は人間には見えない。誰一人知らなくたって不思議じゃないだろう。はは、なるほど。大して役に立たず、邪魔で鬱陶しく思っていた資料が俺だって。とんだ笑い草だな。あら、どうした？すんごい火柱が。うわ、熱っ。リジ、心の中の声が。とにかく、今はこの古代語を早く読み解かなくっちゃ。まだ読み解いてなかった。なんて書いてんだろう。あれ？そういえばこの文字どこかで。あ、名前か。まさかの名前ってこと？この力が始皇帝のものだとしてもどうだっていい。まあ、結構なもんだよね。俺はこの国を滅ぼすことさえできれば、力さえあれば、あとは何だって構わない。あれ、国を滅ぼしたいんだ。アスベル。おかしな話だな。お前と一緒にいるそこの王子様は、この国を立て直したいみたいだぜ。目的が真逆すぎやしないか。テレンスと行動を共にしたのも、こいつは利用価値があると思ったからだ。精霊は人間を殺せない。だが、人間は人間を殺せる。テレンスは気に入らない人間を根こそぎ排除しようとしてたみたいだったから、使えると思ったんだけど、当てが外れた。あら、テレンスも利用されてたんだね。だが始皇帝になった以上、もうテレンスも必要ない。人間なんて自分で殺せばいい。エレクトラを殺した人間なんて全部滅びればいい。エレクトラ？全員焼かれて消えろ。アスベル。そうだ、この古代語。叫ぶか？カー君に最初に教えてもらった。やっぱ名前か。カムイ。おっと、これで力が戻ったってこと？俺の炎がどうして？上出来だ、リジ。カー君、貴様、どうして俺より強い力を？いや、大精霊、大精霊、ここに、みたいな。だって今、俺が始皇帝になったから。あ、始皇帝になったの？なんか髪型とかも違ってるよ。さっきと。なんだと？ちょっと大人っぽくなったね。名前が戻れば力も返ってくる。別に驚くことじゃねえだろ。お前言ってたな。名前を奪ったのにどうして生きてるのかって。始皇帝に名前をくれた。考えなしでバカな奴がいてな。そうだね。いい名前だったよね、クロディアもね。まさか。まあおかげでこうして始皇帝じゃないのに名前持ちっていう中途半端な存在になっちまったわけだが、もうお前に俺は殺せない。絶対にな。お、カムイの方が圧倒的に強いんだ。くそ。誰か人質にするんじゃないの？あ、消えた？逃げた？さて、王子様、相棒にも見捨てられてどうするんだ？テレンス。相棒？一体何を言ってるんだ？おお、どうした？まだ怖いぞなんか。あれ？ああ、やっぱり。うわ、見えすぎてるな、こいつ。怖くとうだな。あんな奴相棒でも何でもない。あいつの目的くらい知っていたさ。それでも僕には力が必要だった。そんな。僕もアスベルを利用したんだ。それでやっと始皇帝の力を手に入れたのに。お前、自分が何してるか分かってんのか？ああ、分かってる。おう、リジ。君に会うまで僕はずっと一人だった。もう君しかいないんだよ。あら、一方通行な思いだな。お願いだ、理事。僕と一緒に来てくれ。僕には君が必要なんだ。え、そんなナイフだかなんだかを突きつけた状態で。それはお願いじゃなくて脅しって言うんだぜ。黙れ。血筋ってやつは厄介だな。やることも似たり寄ったりで。ほんと頭が痛くなる。
精霊の次は資料使いの実験でもするつもりか？え？精霊の実験をしてたのは私を部屋に閉じ込めたあの人だったんじゃ。やっぱり気づいてたんだ。あら、まさか？そう。捕らえた精霊をこの北の館で殺し、実験をしていたのは僕だ。お前か。悪党だな。え、じゃああのローブを着た人は？ああ、あいつがここで研究してたっていうのも嘘じゃないよ。僕が北の館を見つけるより前に、あの男もここで何かを研究してたみたいだ。複雑だな、なんか。まああの男が誰で、一体何の研究をしているのかなんて、僕の知ったことじゃないんだけど。僕の研究の邪魔をされると困るし、何より僕の目指す国にはあんな野党いらないでしょ。だから殺しておこうと思って。なんだって。お前にとって邪魔な人間は全て殺すのか？仕方ないだろ。この国はもう根から腐ってるんだよ。あるべき姿に戻すには、一度全部枯らさないといけないんだ。それが一国の王が考えることかよ。王だからだよ。テレンス、あなたにはもう力はないはずよ。今ここから逃げてももうどうしようもない。こんなやり方は間違ってる。この国を立て直す方法は他にもあるはずだわ。力ならまた手に入れればいい。大丈夫。君さえいてくれれば、あとは何とでもなる。どういうこと？テレンス。理事が大切なんだろう。だったら始皇帝、今ここで僕に力を渡せ。素直に従うと思ってんのか？従わないなら理事を殺す。あら。マジで言ってることが無茶苦茶だな。今ここでお前を殺せないなら、始皇帝の力をもう一度奪えないなら、どの道僕にはもう手段がない。理事を殺して僕も死ぬ。わ、いい迷惑。道連れーって。道連れー、やだー。そうか。どうせ瞬間移動とかできんじゃない？あ、拳銃か？名前は、力は渡せない。もう二度とこの国を終わらせるわけにはいかないんだな。この距離で僕だけ撃てるとでも。いや、そもそも柔術は得意じゃない。じゃあリジーも一緒に撃つつもり？俺が撃つならそうなる。お前気でも狂ったのか。リジーはお前を助けるためにここに戻ってきたんだぞ。それを。何お前がそんないいこと言ってんの？その理事を人質に取ってるやつのセリフか？それ。その通りだよ。理事、こんなやつと一緒にいたいだなんて馬鹿げてる。まあお前とも一緒にいたくないけどな。いいことを教えてやるよ、王子様。この後に及んで何を？俺がこいつに声を返すよりも前に、お前は理事の声を聞いたんだって？お？え？今その話いる？いちいちなんかこう普通っぽいところはいいね。だったら何？おかしな話だよな。なんでお前の前でだけリジーは声を出せたんだ？お？まさか？まさか？どういうこと？それは、まさか奇跡だとか、自分だけ特別だとか、馬鹿げたこと言わねえよな。人間では声が出せないまじない。俺のかけたまじないは完璧だ。そんな奇跡だなんて陳腐なもんで破れるはずねえんだよ。あら、テレンス。お前は人間の踏み入る領域を超えて始皇帝の名前を奪ったんだ。その代償を受ける覚悟はもちろんあったんだろ。またお前か。何なんだよ、さっきから。ちょっと待って。テレンス、資料が見えてるの？資料？この鳥みたいなものが。普通の資料は私以外には見えないはず。なのにどうして。まだわかんねえのか？始皇帝の名前を取り込んだお前は、あら、もう一度聞く。
あんたは資料の領域に踏み込んできたんだ。それ相応の覚悟はあったんだろうな、王子様。いや、嘘だ。僕が半分資料だって、そんなはずない。残念だったね。僕は王だ。資料になるなんて、あってはならない。大した覚悟もないくせに力を求めるからだ。過ぎた力は身を滅ぼす。なんでわかんねえかな。違う。僕は資料なんかじゃない。力をよこせ、始皇帝。僕はそれで、この国を正す。血迷った馬鹿ほど扱いにくいもんはねえな。アムイ、僕は、これは昔のフラッシュバック。僕はまだ死ぬわけにはいかない。まだ君に僕の力を証明できていないんだ。過去にそういう話がありましたね。カー君。カー君、撃って。おお。リジー、何を。もう終わらせないと。リジー、大丈夫。運が良ければ死なないかもしれないし。あっけらかんとしてるね。それに、どうせあの時カー君に助けてもらえなかったら私死んでたんだし。じゃあ撃とう。それにこのままじゃ本当にあの時みたいになっちゃう。今までカー君が守ってきたこの国をこんなところで壊したらダメだよ。お前どうしてそれを。だからお願い。で、カムイ。わかった。貴様本当に何を考えてるんだ。撃てばリジーは死ぬんだぞ。わかんない。一応テネス狙うんだから。くそ、どうして。リジー、何？少し首左に傾けてくれ。え？いいから言う通りにしろ。うん。そんなことで僕を狙えると思ってるのか。ああ。馬鹿にするな。それくらいでお前に何ができる。そうだな。俺には何もできない。ん？別の人？そもそもお前を撃つのは俺じゃない。なんと。おう。なんで？っていうか、どこから。いやあ、遅くなって悪いね。誰？どなた。いや、なんやかんや銃の腕は落ちてなかったみたいだ。よかったよかった。え、誰？普通、この普通の反応がリリーのいいところですよね。お前、フェリクス。なんで？フェリクス？フェリー、ご機嫌うるわしゅうお兄様。久しぶりに弟に会う気分はどう？弟か。死んだと思ってた弟がひょっこり出てきたから腰でも抜けちゃった。ああ安心して、ちゃんと急所は外してるから死にはしないよ。すごい、あの距離からテレンスの肩に当てたの。兄上、もう終わりだ。おとなしく引き下がりなよ、みっともない。あら、じゃあ弟が王位を継ぐのかな。テレンス、気を失ってるだけだ。あいつの言う通り死にはしない。まあ、肩を打ったんだよね。そう、よかった。で、お前は、怪我ない？うん、なんともないわ。そうか。ちょっと、熱く見つめ合ってるとこ悪いけど、僕のこと忘れてない？忘れてないよ。ついでに言うとさ、ここから降りれないの。手貸してくれないかな。どうやって上がったの？いいとこだったのに、うるせえな。ねえ、あの人誰？やっぱりそうなるよね。こっちはこっちで鈍いし。面白い。ん？あ、動けるようになった。いや、間一髪だったね。
何が間一髪だ。ずっと上にいたくせに。あれ？バレてた？いやー、ずっと兄上に狙いを定めてはいたんだけど、ちょうどリジーと被っててさ。リジーの位置ずらしてくれて助かったよ。君、名前なんだっけ？カムイ。僕はフェリックス。お察しの通り死んだはずの第二王子。よろしくね、始皇帝様。第二王子なんかとよろしくする気はねえよ。始皇帝様は社交性がなくて嫌だね。そう思わない？リジー。リジー今必死で考えてる？どっかで見たことあんな、みたいな。あなたもしかしてフェリー？え、今？嘘？気づいてなかったの？男の人？やっぱそうだよね。女の人だと思ったけど、なんかボクボク言ってた気がしたんだよな。王子だからね。ずっと騙してたの？心外だな。僕女だなんて一言も言ってないけど、いや女っぽい感じで出してたよ、かなり。そんな顔しないでよ。ほら、リジーには顔入り地一つつかないようにしたんだから。言われてみれば。ね？褒めて褒めて。確かにフェリーのおかげで助かったのは事実なんだし。すぐ受け入れるな、なんでも。ありがとう、フェリー。じゃなくて、フェリックス王子？別にもう死んでる身だし。正確には王子じゃない。呼び捨てていいよ。ええー。そういや、なんで生きてんだ？幼い時に死んだって聞いたけど。ああ、そんな昔の話だっけ？うん、世間じゃ、兄上と柔術の練習中に獣に襲われて死んだことになってる。でも多分兄上がなんかしたんだろうね。もっともあれは仕組まれたことだったんだけど。え？そんじゃあお前は殺されそうになったわけだ。そうそう、すごい明らかんと。なんで？普通なら、当然王位継承権はテレンスにあるんだけど、あれ、弟の方を気に入ってたんだっけ、お父さんが。ほら、兄上ってちょっと考えなしというか、過激というか、ちょっとつ盲信なとこがあるじゃない？それを不安に思ってる進化と、逆にそれを都合よく思ってる進化がいたわけよ。あ、なるほど。派閥的なもんなのか。つまり王になるのにふさわしいのは、フェリクス様だって思っている派閥と、逆にテレンス王様にして、後ろからうまく操ろうと思ってる派閥がいたってこと？リジーは賢いね。ますます情向きだな。ますますってどういうこと？自分の嫁さんにしようとしてる？ほら、なんか怪しいぞ。それで、第一王女を国王にしたい派閥に仕組まれたのか。そういうこと。そもそも、そんな凶暴な獣のいる山に、柔術の練習になんて行くわけないじゃないか。進化の人はともかく、どうしてテネンスにまで生きてることを隠してたの？だって兄上は僕を憎んでたから。え？精霊が見えるからか。今だから言うけど、当時は僕が大いに継ぐべきだって声が大きくてね。幼い頃、僕は体が弱かったから、毎日勉強漬けで、交易とか経済とかに明るかったのも理由の一つだと思うけど、兄上はそんな僕が気に入らなかったみたい。直接言ってくることはなかったけどね。で、目の前で僕が血だらけで苦しんでるのに、兄上はただそれを呆然と見てるだけだった。助けも呼べただろうにね。ひどいな、お兄さん。その時改めて分かったよ。兄上は僕の死を望んでるってね。フェリクス様。死んだことにしてたのはその方が動きやすいからか。正解。友人に協力してもらってね。遺体偽造しちゃった。この国は一応僕の国でもあるから。あんな兄上に任せておけないでしょ。案の定このざまだしね。あいつどこ行ったんだ、アスベル。それで自分だってバレないように女の人の格好してたの？我ながらよく似合ってたと思わない？それに、女装のおかげでリジーに会えたわけだし。ところで、これからどうするの？第一王子はこんな状態だし、もう放っておいてもいいだろう。あとは、アスベルだね。ま、もうアスベルじゃないけど。そっか、もう大精霊。始皇帝でもないから名前がないのか。見つけて殺せば問題ない。どうせ力は俺の方が上だ。あいつは北の館の中にいる。すぐ見つかるだろう。
君も存外過激だね。早く見つけといた方がいいんじゃないの？ちょっとだけ待ってもらっていい？ん？疲れた？っていうか、普通疲れるよね。人質だったし。いや、それは大丈夫なんだけど、ちょっと心の整理をしたくて。今さら何を整理するんだよ。だって、子供だと思ってたカー君は、実は大人の男の人だったし、まあ大人っていうか何百年も生きてるけどね。さらに言えば、私の子供の頃からの友達だったし。忘れてた私も悪いけど、別に言ってくれてもよくない？昔会ってたんだよ、とか。フェリなんて、私にできた初めての女友達だと思ってたのに、大人の男の人だったし。しかも、死んだと思ってた第二王子だって言うし。うん、だいぶ話がね、こんがらがって。以上を踏まえて、少し頭の中を整理したいです。わかったよ。ごめんって。あって、自分はどこ？真ん中か。それぞれに話しかけてみればいいのかな。こいつはもう気を失ってんのかな。テレンス。そういえば、理事、閉所恐怖症だったんだね。知らなかったとはいえ部屋に閉じ込めてごめん。ああ、そっか。あれ、フェリクス様だったのか。フェリクスでいいって。もうフェリーでいいんじゃない？フェリーで。でも、兄上のことは呼び捨てになのにずるい。なんで？あのローブの人、フェリクスだったんだね。まあね、さすがにドレスでここに乗り込むわけにはいかなかったし。カツラとかの女装セット置いてきちゃった。体はもういいの？よくわかんないけど、私に精霊を見る力を渡しちゃって、すごく疲れたんでしょ？大丈夫大丈夫。寝たら回復したよ。うん、じゃあよかった。本当にごめんなさい。フェリクスの力奪っちゃって。あれは君が奪ったんじゃなくて、僕が君にあげたんだよ。この力返せないのかな？まあ無理だろうね。そんな話聞いたことないし。そっか。本当に気にしなくていいのに。柔術は僕の本来の力だし、何も不便はないよ。マジ、不便ないんだ。本当にありがとう。いえいえ。むしろごめんね。兄上の私情で王族のごたごたに巻き込んで。フェリクスはどうして北の館に出入りしてたの？テレンスはローブの人が先に北の館を見つけて、そこで何かを研究してたって言ってた。ちょっと研究を、ね。危ない研究じゃないだろうな、兄弟揃って。誤解しないで。精霊を傷つけたり、ましてや殺したりなんてしてないから。そう、なんだ。ちょっとほっとした。いやーでもそれが真実かわからんぞ。何の研究してたのか聞いてもいい？死霊になった人間を元に戻す方法。え、それって、資料に片足突っ込んでるって聞いたもんで。身内の尻拭いってやつだよ。まあこんなんだけど、一応僕の唯一の家族だから。あら、お兄さんを助けようとしてたんだ。結局収穫はなしだったけどね。兄上がここに来たって知って、慌てて研究してた場所を破壊したんだよ。もしここで研究してたのが僕だってバレたら、それこそ全部水の泡だからさ。そうだったんだ。大変だね、弟もね。バカだよね、見殺しにされたっていうのに。心のどこかではまだ兄だと思いたいみたいだ。こんな自分が嫌になるよ。でも、そんな風に思うのなんて当たり前じゃない？え？確かにテレンスのしたことはそう簡単に許せるものじゃないと思う。でも、テレンスとフェリクスは二人だけの兄弟なんだから。昔は、ん？仲良かったんでしょ？だったらなおさら、そう簡単にテレンスのことを見捨てるなんてできないと思う。私と一緒にお茶を飲んだり、お菓子を食べたり、たくさんお話ししてくれたフェリは、とても優しい人だったから。だからきっとあなたも優しい人なのね。理事、何？前に僕が言ったこと覚えてる？なんだろう。どれ？確かに。どれだよ。君が好きだって話。え？あれ嘘じゃないから。急にそんなこと言われても。急じゃないよ。前に一目惚れしたって言ったじゃないか。それはあくまで
女友達に対しての感情だと思ってたし。だよね。僕は本気だよ。覚悟しとかないと知らないか。何を確かに、確かに何をだよ。なんだよ。はい。本当に体は何ともないのか？うん。首にナイフ当てられたけど、切れてないみたい。だろうな。え？あのナイフの刃潰しておいたから。ああ、そうなんだ。小細工してたんだ。え？いつの間に？お前が自分のこと切ろうとするからだろ。じゃあ私を追いかけて切ってた時、もう歯は潰れてたってこと？俺が命がけで守ってやったんだ。そう簡単に死なれても困るだろ。カー君。ありがとう。いつも助けてくれて。始皇帝相手にあんま助けたとか言うなって。ああ、そうね。ごめん。久しぶりって言い方で合ってるのかな？そうだな。まあ、ずっとそばにはいたけど。さっきも言ったけど、どうして教えてくれなかったの？私とカー君は昔会ったことがあるって。力が弱まったせいで、見た目も子供になってたし、言ったってどうせ信じねえだろ。でも、本当は私を殺す気なんてなかったんでしょ？なのに、わざと自分が敵だと思わせるみたいなこと言って。言って俺のことを思い出したら、お前が両親からどんな扱いされてたかも思い出すかもしれないだろ。なんだろう、悲しい思いをさせたくなかったのかな。せっかく忘れたんだ。このまま思い出さなければいいって思ってた。そしたらお前はこれ以上傷つかない。だったら俺のことを忘れたままでも構わないと思った。かもやるな。男前だなこいつ。それで言わなかったの。悪いか。悪いって言うね。多分悪いって言う。うん、言わないんだ。うん、私のためにありがとう。でもちょっと意外。カー君ってそんなに他の人のことを考えてるんだ。でも、もし私がカー君のことを思い出さなくて、あのまま実験体にされてたらどうするつもりだったの？さあ、うまくいきゃ今度こそ死ねたかもな。カー君、冗談だ。半分は。半分。半分は冗談。名前をもらった後、お前、孤児院に預けられただろう。うん。時々様子見に行ってたんだぜ。カラスの姿でだけど。なんでそんなにカラスの姿が好きなの？え、そうだったの？全然気づかなかった。まあ、カラスだったしな。そりゃそうだ。気づかないな。そんなに前から私のこと見守ってくれてたんだ。一人であの家に帰ってきて、最初はどうなることかと思ったけど、お前案外たくましいのな。意気揚々と森の生活を満喫してる様は見ててなかなか面白かったぜ。だってお金ないんだもの。薬草だろうと木の実だろうと使えるものは使うわ。そう怒るな。今のは褒め言葉だ。はい、それぞれとの会話は終わった。さてそろそろ動きますか。アスベルか。そうだね。始皇帝じゃなくなって力は弱まっただろうけど、アスベル何するかわかんないし。どこにいるかわかるの？大体な、気配を追えばいい。そう。じゃあ道案内は始皇帝様に任せて先に進みますか。てかアスベルは何がね、したいんだろうね。待って、テネス一人だけ置いていけないわ。なんか人間を皆殺しにみたいな感じのこと言ってた気がするけど。大丈夫だよ。お、セバスチャ。コンラートにお守りを頼むから、コンラートも来てる。コンラート様。そっか、結局大精霊だと思ってたアスベル様は始皇帝で、本当の大精霊はコンラート様だったんだ。おー、なるほど。カムイ様。もう俺は大精霊じゃない。その呼び方はやめろ。そうか、今はお前が大精霊なのか。はい。知り合いなの？あれじゃないの？しょっちゅう、近寄ってた蝶々じゃないの？カムイ様が大精霊でいらした時から、私もこの国に存在してましたので。コンラートも長生きだよね。そういえば、フェリクスとコンラート様も知り合いなんだよね。そうだよ。出会いは最悪だったけど。そうなの？ほら、兄上と柔術の練習中に獣に襲われたって言ったでしょ？あの時、死にかけで一人もだえてた僕を見て、なんて言ってきたと思う？この国を蘇らせてくれるなら助けてもいい。だって。
少なくとも第一王子よりフェリクスが王になった方がこの国が蘇る見込みが高いと判断したので。フェリクスって呼ぶんだ。でもそっか、さすがにもうフェリ様っては呼ばないわね。僕もずっとアスベルが大精霊だと思ってたから、彼が本当の大精霊だって知って驚いたよ。僕も国を立て直したかったし、お互い利害の一致ってことで協力することにしたわけ。北の館で僕が研究できたのもコンラートのおかげだしね。こう言っちゃなんだけど、この二人はテレンスとアスベル様と違ってお互いにちゃんと信頼し合ってるのね。はい、それがあるべき姿なんでしょうね。何か？あなたならきっと真実を見つけると思ってました。お？そして逃げることなく真実と向き合うだろうと。なんか褒められてるな。はい。無駄話は終わりだ。そろそろ行くぞ。そうね。はいはーい。アスベル退治だ。弟とは小さい頃は本当に仲が良かったんだ。どこに行くのも一緒だったし、生まれた時はどうしようもなく嬉しくて、あの頃は本当に楽しかった。テレンスか。どうしてあの時僕はってずっと後悔してるよ。ああ、助けなかったってこと？柔術の時？リジー、君に会うまで僕はずっと一人だった。ちょっと待って。んだよ、まだ心の整理が必要か？うん、そうじゃなくて。ねえ、フェリクス。テレンスのそばにいてあげてくれないかな？ええ。兄上のことが気がかりで、注意散漫になるようなバカじゃない。ついて行っても足手まといにはならないと思うけど。そうね、そんなことを気にしてるんじゃないわ。じゃあ何？多分テレンスがそばにいてほしいって思ってると思うから。おお。お願い、フェリクス。しょうがないな。助走して待っててあげればいいんじゃないの？ああ、わかったよ。フェリクス、リジーがそこまで言うなら仕方ない。ありがとう。では、私もフェリクスと共に。じゃあ、俺とリジーで行くか。あら、別れちゃったね。うん。ああ、その前に、ちょっとカムイと二人で話したいことがあるんだけど。何？俺の女に手を出すなとかそういうこと？あ？リジーはコンラートと共に一緒に向こうで待っててくれない？うん、わかった。何、喧嘩しないでね、理事を取り合って。話って何、第二王子。その呼び方やめてくんない？フェリクスだって言ってるでしょ。悪いが自分の名前以外で覚える名前は二つしかねえよ。二つ、理事とクローディアか。記憶の引き出しが少ないな。まあ別にいいけど。僕が聞きたいのはあんたとリジーのことだ。え、気になるな。何が聞きたい？資料は人を助けてはならない。そういう名約なんだよね。まあな。でもあんたはリジーを両親から助けた。あんたもアスベル同様、名約を犯したことになるはずだ。本来ならその時点で死ぬはずだったんだろうけど、リジーがあんたに名前を渡したことで、資料でも精霊でもない中途半端な存在になり、うまいこと迷惑をかいくぐってたってところかな。第一王子より聡明なんだなお前。でももうあんたは自分の名前を手に入れた。そして始皇帝にまでなった。リジーを助けた事実を消さないとあんたは迷惑を犯したままなんじゃないの？あれ、なんか下からなんかニョキって出てきたぞ。リジーが生きるなら迷惑を犯したあんたは死ぬ。逆を言えば、あんたが生きるにはリジーを殺すしかない。リジーも聞いてるぞ。隠れて聞いてるぞ。あんたはどうするの？リジーのために死んでくれるわけ？それはそれは。始皇帝相手に麗しい美談でも期待してんのか？茶化すなよ。真面目に答えて。あら、悪いが俺は死ぬわけにはいかない。やることがあるんでね。それってリジーを殺すってこと？リジーは絶対に殺させない。いかにも王子らしいセリフだな。
もしあんたが本気でリジーを殺そうとするのなら、僕があんたを殺すから。は、始皇帝に勝てるとでも。柔術もだけど戦略にも長けてるんだ、僕。人間ごときの知恵なんて振りかざして、生きがんなよ、王子様。すごいバチバチ火花が飛んでるな。はは、来た。カー君、フェリックス、話は終わった。ああ、ごめんごめん、つい話し込んじゃって。行くぞ、リジ、とっとと終わらせて、こんなとこ出ようぜ。そうね。さて、これはセーブかな？セーブだな。あ、崩れた。崩れちゃった。これ崩していいのかな？なんか瓦礫っぽいけど、これ崩せるの？上に乗ると。あれ？ど気配をたどればみたいなこと言ってたけど、どこにいるんだ？あ、それ出てこい。精霊、相変わらずひどい蜘蛛の巣。どこに隠れてるんですか？お、どうした？ああ、ごめん。特になんでもないんだけど。なんだよ、歯切れ悪いな。ごめんなさい。なんか慣れなくて。ん？昔古代語を教えてくれてたカー君が隣にいてくれるのもそうだし、さっきまで子供の姿だったのに、今はこんなだし。悪くない見た目だろ？そうね、かっこいいと思うわ。人間で言うと30歳くらいかな。人間で人間に例えるんだ。期待してた反応と違うんだが。何を期待してたの？お前まだ俺のこと子供扱いしてる？あら、そんなことないわよ。なんでそんな不満そうなの？別に何でもねえよ。そうやってすぐに拗ねるところはやっぱり子供っぽいかも。そういえば、昔は他の人に姿見られるのが嫌でローブ着てたんでしょ？なんで知ってんだよ。内緒。は？なんで？そういう約束なの。そういや、まだお前の名前、ちゃんと呼んでなかったな。お、まさか？クローディア。これがお前の名前。声と一緒に俺が預かってたものだ。ずっとお前をこの名で呼びたかった。確かに、この見た目のカー君にクローディアは似合わないわね。似合わなくていいんだよ。この名前はお前のものだから。せっかくだし、これからは名前で呼んでいいか。え、別にいいけど、なんかあれだね、違和感を感じるよね。リジーって呼んでたのに。うん、そうだな。じゃあ、ディアにしよう。なんで？クローどこ行った？リュシュテイン様の時もそうだけど、カー君長い名前は、基本的に略したいのね。それでも全然いいけど、呼びにくいならリジーのままでいいわ。俺がそう呼びたいからこれでいい。じゃあ私もカムイって呼ぶ。好きにしろ。うん。ああ、クローディアになった。リジーは卒業しちゃったわけね。リジーもね、可愛らしい名前ですけどね。あれ？あなたは？あれ？またセーブ？なんかあるのかな？なんかセーブキャラがあると何かあると思っちゃうけど、イベントだ。いまいましい。人間はどれだけ貪欲になれば気が済むんだ。奪いたいだけ奪って殺して。身勝手な人間のせいで彼女は。お、エレクトラは死んだんだ。エレクトラって、確か、俺の次に大精霊になったやつ。いわば、二代目の大精霊だ。彼女はこの国を愛してた。すさんでいくこの国を必死に守ろうとしていた。なのに人間はどうだ？精霊の力を我が物のように振りかざし、精霊自体をもさも
道具のように扱う。アスベル様、エレクトラは殺されたんだ。そうなんだ。禅王にか。え？禅王ってテレンスとフェリクスのお父さんってこと？そう。禅王は権力にあぐらをかき、欲に溺れていった。この国の大地が枯れていくのなんて目もくれなかったよ。このままでは精霊の気が消え、精霊は消えてしまう。だからエレクトは自分の身と引き換えにこの国の気を蘇らせたんだ。すごいね。自分の命と引き換えにってことか。自分の身と引き換えって、それじゃあ。まあ、赤くなったぞ。すっかり植物も枯れてしまったわね。このままではこの国も枯れてしまう。エレクトラが言う。ふふ、こういう時、あなたを呼ぶ名前がないなんて悲しいわね。そう、俺たち精霊は大精霊になることでしか名は与えられない。私の愛しい人、え、私の理事。君の手はこんなに冷たかっただろうか。お別れよ。愛しい人、理事。どうして、どうしてそんなことを言うの？次はきっとあなたが。ん？なんだこれは。あなたが大精霊になってこの国を。彼女は死んだ。俺の目の前で。その時俺は思ったんだ。彼女を死に追いやった人間なんて全員死ねばいい。そうか、アスベル様はエレクトラ様のことを。でも、この国はエレクトラ様が守ったんでしょ？それなのに。だからって、エレクトラが死んだのは仕方なかったと。受け入れろっていうのか？もううんざりなんだよ。私利私欲のためにしか生きられない人間も。そんな人間の築く国でしか生きていない精霊も。うわ、捕まってろ。うん、ありがとう。何ここ。結局俺の望むものは何一つ手に入らない。アスベル様、どうせ僕はずっと一人だ。あら、何この霧みたいなの。なんか気分悪い。ち、今さら逃げられるとでも思ってんのかあいつ。これ以上暴れられると迷惑だ。とっとと消えてもらおう。セリフ完全に悪役だわ。じゃなくってカムイ、少し待って。あ、何、まさか情けでもかける気か。うん、そうじゃない。ああ、でも案外そうなのかも。またわけのわからんことを。アスベル様の望むもの、それが何かわかればなんとかなるかもしれない。今からそれを探せって？うん、なんとなく察してると思うけど、この空間に長居すると最悪死ぬぞ。死ぬんだマジか。でもアスベル様の望むものは必ずここにあるはず。いやーマジか。もしなかったら？あら、その時は神が何とかしてくれるんでしょ。お前ずいぶん厚かましくなったな。ま、もともと俺が拾ってやった命だ。もう一回くらい拾ってやる。お、ありがとう。頼りにしてるわ。あんまり長くこの場所にいると危険だわ。でも、この空間のどこかにアスペル様の望むものがあるはず。それを探し出せば。嘘でしょーん。どういうあれなの？え、全然わかりません。うわー、29。え、これなんじゃない？これじゃないの？おばば。おばば。マジで。何にもならないけど。はて、倒れた。マジか。
なんだろうな。この辺のもの適当に、あ、お、おおお。なんか、抜け道があったんだ。あれ？でもなんか大したことしてないけど、大丈夫かな？お、お、なんだ？なんか飛ばされてきちゃった。アスベル様。ずっと一人だって言ってましたね。それがなんだ。訂正してください。俺が間違ったことを言ったとでも？はい。あなたは自分の間違いにも、あなたのことを思ってくれている存在が、こんなそばにいることにも気づけなかった。え？ザレオト。あなたはずっと一人じゃなかった。あ、他の悪霊ってこと？これがあなたの最も望んでいたものです。あら。お、おっと、これはどういうことこれ。うわ、まさかの、これがエレクトラ。アスベル、あら、エレクトラさん、また可愛らしい。いえ、もうあなたにも私にも名前はなかったわね。私の愛しい人、ずっと会いたかったわ。あら、二人はそういう関係だったの？どうして？本当はもっと早くにあなたに会えたらよかったのだけど、資料の姿ではきっとあなたは戸惑うだろうと思って、今はこの子の力を借りてこの姿を得ているの。あなたのその姿もこの子のおかげよ。そんな。感謝しろよ。私はあなたにこんなこと望んでいなかったのに。こんなことをしても苦しむのはあなたなのに。でも俺は君が死ぬことに耐えられなかった。森を枯らしたのは誰だ？水を汚したのは。人間は自分で大地を枯らしておいて、自分たちが死にかければ精霊を道具のように使う。君がそうだったじゃないか。枯れた大地を蘇らせてくれ、とあの王に笑って言われて。そんなの、人間のために死ねと言われてるのと同じだ。そうね。なのにどうして、どうして君はまだ人間を守ろうとするんだ。人は間違う生き物よ。間違えて間違えて、それでもまた間違えて。人は本当に愚かね。過去にも同じ間違いがあったはずなのに、また同じことを繰り返すね。でもね、いつかその間違いに気づいて、いつか正すのもまた人間なのよ。私はそれをたくさん見てきたわ。この国の人を殺しても、きっとあなたは何も救われない。それどころか、あなたには何も残らなくなってしまう。そんなの悲しすぎるでしょ？私、人間と精霊が住むこの国が好きよ。この国はね、何度枯れようと、また必ず蘇る。決して精霊の存在が途絶えることのない、そんな国なの。そう遠くない未来、人間はきっとまた精霊と手を取り合って、この国は蘇る。この子たちならきっとまた間違いを正してくれる。私はそれを知ってるし、信じてる。私のためにたくさん苦しんでくれたのね。そんなこと、ありがとう。そんなに私のことを思ってくれて。もう十分よ。これでやっとあなたと一緒にいられる。そうでしょ、私の愛しい人。うん、うんだって。そんな可愛く返事して。あら、
勝手に消えやがったわ。彼に会わせてくれて本当にありがとう。二人は、二人はお互いのことを本当に大切に思っていたのね。そうだな。これでよかったのかしら。さあな、二人は救われたと思う？確証のないことは言わない主義だが、お前がそう思うなら、きっとそうだと思う。さて、もうここにいる必要はない。帰ろう、ディア。ディア、もうすっかりディアだ。うん。どうして私たちは北の館を後にした？フェリクスとコンラート様は、未だに意識が戻らないテレンスと共に城に帰った。これからしばらくこの国は混乱に飲まれる。フェリクスがそう言っていた。そりゃそうだ。国王が死霊になった以上、もう国を治めることはできない。そこに加えて、死んだと思っていた第二王子が、何の前触れもなく生きて出てきたのだ。フェリクス以外に王位継承権を持つ者がいないのだから。当然フェリクスが次期国王になる。混乱しないわけがない。フェリクスはこの時のために入念に準備をしてきたらしい。国を壊そうとしている兄に代わり、自分が国王となって国を治めることができるこの時のために。多少の予定外はあったかもしれないが、ある程度の出来事はフェリクスの手のひらで踊らされていたというわけである。この話を聞いた時、フェリクスならこの国の王としてうまくやっていけるんじゃないかと思った。それと同時に、絶対的に回したくないとも。俺は自分の家か？そろそろ鍵、返してくれてもいいんじゃない？姿消してんのにわかるのな、お前。そうみたいね。確か子供の頃もそうだったね。ほらよ。ありがとう。ずっと開いてなかったんだったらかなり埃が溜まってるんじゃない？もっと悲しくなると思った。両親に愛されてなかったって知ったとき、もっと悲しくなると思ったの。でも不思議ね。思い出したとき、ああ、そういえばそうだったな、ってくらいにしか思わなかった。むしろ、カー君のことを思い出せたのがすごく嬉しかった。悲しい記憶よりも、カー君と一緒にいた楽しい記憶が、心に強く残ってたのが嬉しかったの。夜の森で、カー君と一緒にいた時間が私にとって何より幸せだった。そりゃあ光栄だな。この物置に入るのも久しぶりね。まあそうだろうな。カムイが鍵持ってっちゃったから。おかげでここに閉じ込められることはなくなっただろ。でもここは開かずの間になっちゃったわ。こんな部屋、開かなくても困らないだろう。お父さんとお母さんが困ってたわ。荷物を置く場所がなくなったって。あいつらのことは知らん。お前が困らなかったらそれでいい。ねえ、カムイ。何？あの時、自分を犠牲にしてまで私を助けようとしてくれて、本当にありがとう。ずいぶん今更だな。ちゃんと俺言えてなかったでしょ？別に礼が欲しくて助けたわけじゃない。そっか。
あの時カムイが助けてくれなかったら、私のことを生かしてくれなかったら、フェリクスやテレンスみたいな友達ができることもなかったし、おい、第二王子はまだしも、第一王子はそこに並べるな。まあでもね、本当のあれを見るまではね、仲良くしてもらってたのね。もう、とにかく友達ができることもなかったし、森に囲まれた不便な家で、狩猟やカムイたちと一緒に楽しく過ごすこともなかった。それに自分がどんな存在なのか、私が見ているのは何なのかも知らないまま、自分が狩猟使いだってことにも気づけないままだった。本当に感謝してるわ。だからね、カムイ。今度は私があなたを生かす番。ん？ごめんなさい。フェリクスと話してるのを聞いちゃった。そうか、その件が終わってなかったな。カムイ言ってたわよね。知りたいことがある。そのために死ねないって。ああ。カムイ、私はあなたに幸せをもらった。だから、今度はあなたが幸せになるお手伝いがしたいの。ディア、今まであなたは失ってばかりだったじゃない？だから、そろそろ何か手に入れたって、罰は当たらないと思うわ。だから生きて、カムイ。お、なんかした今。あら、これ、約束したでしょ？北の館を出たら、蘇りの記憶をあげるって。お前はそれでいいのか？何が？俺に命を奪われても、お前は本当にそれでいいのか？ええ。第二王子に助けを請えば、おそらく大精霊が俺を殺しに来る。俺が死ねば、お前は助かる。あら、おかしなことを言うのね。どうして助けたい人を殺さないといけないの？パー君、私の答えは変わらないわ。ディア。そうか。え？ああ、そうだ。ねえ、カー君。何？知りたかったことって結局何だったの？もう答えは見つかった？ねえ、なんだろうね。ああ、お前のおかげで無事に見つかったよ。それは良かったわ。答えが見つかったのは良かったんだが、今度はやらなきゃいけないことができた。休む間がないわね。そうだな。でも慌てる必要ないじゃない。あなたの時間はこれからいっぱいあるんだから。いや、案外そうでもない。え、そうなの？え？どういうこと？クローディア。はい。お前、本当にお前の命、もらってもいいんだな。わかった。パー君。私と一緒にいてくれてありがとう。すごく楽しかった。ああ、知ってるよ。待て。お、あら、画面が赤くなったってことは。あれ、終わってしまいましたね。最後あの場所で何が起きたんでしょうか。エンディングの後とかに何かあるのか、すげえ気になる。Thank you.
ムイ兄ちゃんだ。なんだこれは。本当だ、カムイお兄ちゃん。あ、だよ、またガキどもか。この前は助けてくれてありがとう。あのままだったら財布取られてたもん。おかげでちゃんとお使いできたよ。ねえねえ、カムイ兄ちゃん。カムイ兄ちゃんはどこから来たの？それ私のお姉ちゃんも知りたがってた。見ない顔だって。どこでもいいだろ。っていうかお前ら、俺を見かけたら群がってくるのはやめろ。だってカムイ兄ちゃんかっこいいんだもん。それに僕たちの知らない話、いっぱい知ってそう。何も知らん。だから行け。ええー、鬱陶しいな。子供に大人気なんだ。じゃあじゃあ、一個だけ教えて。何？カムイお兄ちゃん好きな人っているの？お姉ちゃんが知りたがってた。ああ、それ、俺のお姉ちゃんも聞きてきてって言ってた。近所の姉ちゃんも、そんなに人気なんだ。すげえな。羨ましいな。カムイお兄ちゃん教えて教えて。なあなあ。はあ。じゃあ、そいつらに、好きな奴がいるって伝えといてくれ。ええー、カムイ兄ちゃん恋人いるの？どんな人どんな人？どんなって、カムイお兄ちゃん？ちょっとひねくれてて、若干常識がなくて、でも、バカみたいにまっすぐで、自分より他の人のことばっかり考えてて。でも、絶対に俺を裏切らない奴だったよ。伝わるかな、これ。その人はもうカムイお兄ちゃんのそばにいないの？そいつは、今そこの店で服買ってる。え？おう、カムイ、あ、いるじゃない。よーディア、いい服はあったか？って、なんだよ、あんだけ試着したのに着てこなかったのか？私のこと着せ替え人形と勘違いしてない？よくもまああんなに次々と服を。似合ってたぜ。あれ、この二人は恋人になったの？って、そうじゃない。私たちこんなところで何してるの？子供どこいた？はは、買い物だろ？なんで？なんで始皇帝と買い物？お前は物が少なすぎる。日用品はともかく服なんて致命的だぞ。女王ほどモテとは言わないけど、さすがにもう少し持っとけ。あと母親のお風呂は捨てろ。結局さっきの服はどうしたんだ？全部返してきました。ああ、なんで？知ってるでしょ、お金がないの。相変わらず話を聞かないな、お前。俺が出すって言っただろ。カムイ持ってんだ。お金持ってないでしょ。持ってないんかい。まさか盗んだりしてないわよね。第二王子から先払いでもらったんだよ。っていうか、一応国を救ったわけだし、俺たちに褒美があるのは妥当だよな。もう第二王子じゃなくてフェリクス天陛下だよ。まあもう陛下ということで王になったんだな。待って、何先払いって。何って、これから俺第二王子の元で働くみたいだし。働くんだ。なんで？たく、せっかく似合ってたのに、まあ服はまた今度改めて買いに来るか。最低限必要なものは買ったし、とりあえず帰ろうぜ。疲れただろ。どういうこと？どういうことや。なんだよその顔。突っ込みどころがありすぎて突っ込む気にもなれないわ。そうか、大変だな。おお、なんか入ってきた。おお、あらあら、元気そうで。あなたのせいよ。だろうな。ちゃんと説明して。はいはい。お、どなたか来ましたよ。誰かしら。陛下か？わ。どうもどうも、お嬢さん、この間ぶりですね。あ、なんか最初の方にいたな。あ、前に来たお修理の人。いやいや、前回はちょっと邪魔がじゃなかった。用事が入っちゃったんで。改めて来ちゃいました。ああ、そう。はいはい、それでですね、今回は。お、悪いけどそういうのいいから。いいな、なんですかあなた。この前はいなかったのに。いや、いたけど。カラスの姿だったけどね。わあ、私が誰に商品を紹介しようと。わあ、私の勝手じゃないですか。お、じゃあ騎士団に所属している俺にもその商品とやら紹介してもらおうか。
騎士団、あなたは騎士団の方なんですか？っていうか騎士団に入ったんだ。何、団長？私また用事を思い出しちゃいました。さよなら。それではお二人さんお達者で。また邪魔が入っても困るし、せっかくなら話の続きは場所を変えてしますか。場所、どこ行くの？来ればわかる。どこに連れて行くの？北の館？森か。ああ、森だ。ここって、昔カー君に古代語を教えてもらった場所。ねえ、なんで私、生きてるの？は？俺がお前を死なすわけないだろ。違う。そのセリフだけ聞くとかっこいいけど、違うの。そうだよね。私が生きてると、迷惑に反したカムイが死んじゃうって話だったわよね。そうだな。で、私はカムイに生きていて欲しかったから、カムイは私の命を奪うって話で、綺麗にまとまったんじゃなかった？そうだったかな。カムイ。でもそりゃ、俺が始皇帝だった時の話だろ。え？どういう意味？俺もう始皇帝引退したから。あら。じゃあ違うんだ。何？どういうこと？っていうか大精霊とか始皇帝ってそういう引退制度なの？晴れて人間1年目になりました。人間？人間に生まれ変わったってこと？そんなことできるんだ。もういいわ。フェリクスに事情聞いてくるから。待て。わかった。ちゃんと説明してやるから。そもそもお前、自分が集めてた蘇りの記憶が何なのか知ってるのか？知ってるも何もカムイが教えてくれたんじゃない。人間は精霊から資源と能力をもらい、枯れた国を蘇らせていった。だから人間は精霊の記憶を見る力を蘇りの記憶と呼ぶことにしたって。人間が精霊の記憶を見る力。確かにそう言ったけど、それはあくまで精霊使いが使う蘇りの記憶の話だ。なんか違うのか。もしかして私は資料使いだから、精霊使いの人と何か違ったりするの？精霊使いが扱う記憶は蘇りの記憶。はい。資料使いが扱う記憶は蘇りの記憶。おろろ、感じが違うのね。同じ響きでも意味合いは全く違う。蘇りは文字通り読み、死後の世界から帰ってくることを指す。その力を集めれば、死んだものを現世に呼び戻すことができる。呼び戻すっていうことは、こいつはもともと人間なの。そんでお前は、資料から集めた蘇りの記憶を俺に渡したわけだ。それってつまり、お前が俺を人間にしたんだよ、ティア。ええー、それは驚く。ってことはカムイは最初から人間になるつもりで私に蘇りの記憶を集めさせてたの？まあな。なんで人間になりたかったのね。俺が狩猟で言い続ける限り、お前と一緒に生きる道はないみたいだし。そんなにずっと前から好きだったの？だったらいっそ人間になるのも悪くねえかなと思って。人間一年目はいいけど、人間としては何歳ぐらいに、相当するんだろうね。そんな理由で人間になりたかったの？俺にとっては何より重要なことだ。私と一緒にいることが、なんで？わかってないな、クロディア。そもそも人間になれるってわかってたなら、最初からそう言ってくれればよかったのに。あの時はまだお前、自分のこと精霊使いだと思ってたし、それに本当に成功するかわからなかったしな。そうだったのかもしれないけど。でもカムイ、俺に命を奪われてもいいのかとか言ってたじゃない。あの質問は何だったの？必要だった？クロディア。何？改めて。お前は俺に命を奪われてもいいって言ってたよな。言ったわ。つまり、お前の命はもう、俺のものってことだ。はあ、
そんな理屈？うん？うん。あ、ごめん。わかりやすく言葉にしてもらえる？お前、こういうことには本当に鈍いよな。悪かったわね。ずっとわからなかったんだ。どうして俺は自分の命を犠牲にしてまでお前を助けたいと思ったのか。俺は大精霊だった頃、自分のため、精霊のためにいろいろ尽くしてきたつもりだ。精霊の統治者であった以上、精霊のために死ぬのは仕方ないと思ってた。でもお前と俺は互いに何の関係もない存在でしかなかったのに、こんなに自分と無関係なのに、どうしてあんなガキが気になるのか、自分で自分がわからなかった。カムイ、だから知りたかったんだ。俺が俺自身のことを知るために。それがカムイの言ってた知りたいこと？ああ、俺にこんな感情を抱かせた張本人のそばにいれば、必然的にわかると思ってな。それでその理由がわかったんだよね。ああ、わかったよ。お前が好きだからだ、クローディア。好きって。でも、それって、家族としてってことだよね。行き着く先は家族かもしれないけど、今は俺が望むのは恋人かな。私のことをからかってるの？本当に話を聞かないな、お前。だって、そんなこと急に言われても困るわ。俺はお前の困ってる姿嫌いじゃない。悪趣味。なんとでも。そもそもお前はもう俺のものなんだからな。今更あがいたってお前にはどうしようもないよ。おとなしく諦めな。理不尽な、理不尽な自分で言うのもなんだけど、俺って結構優良物件だと思うぜ。第二王子の騎士団に入団させられたから職もあるし、資料にも精霊にも顔が広い。確かに顔は広いね。あれは今見えるのかな？そうだ、忘れてた。第二王子から先払いって一体何のこと？あの腹黒王子、俺が人間になったって知った途端、騎士団に入団しろって詰め寄ってきたんだよ。騎士団？カムイがさっきも言ってたよね。柄じゃねえのは承知だけど、まあ人間として生きていく上で金は必要だろ。かといって、今この国の治安はお世辞にもいいとは言えない。仕事探すのも一苦労だろうし、背に腹は変えられないってわけで仕方なく入団したんだよ。思ったよりちゃんとした理由だわ。確かにね。人間ね、一年目だとは思えないぐらいしっかりした考え方だね。でもそっか、フェリクスもいろいろ考えてるんだね。安心した。急に国王になるって絶対大変だろうと思ってたけど、案外皆フェリクスを受け入れてたし。あいつ自分は虫も殺さないみたいな顔してるけど、随分としたたかに水面下で準備してたみたいだぜ。え？でなきゃ、こうもすんなり国王の座につけるかよ。そうだよね。本当に第二王子は生きてたかどうかも周りわかんないもんね。語ってるだけかもしんないし。そういう点では、ある意味第一王子よりも国王向きかもな。フェリクスってすごいんだね。しばらくこの国は安泰だな。フェリクス、もうコンラート様以外の精霊は見えないんだよね。私に力をあげちゃったこと、後悔してないかな。この先も何か力になれることがあるといいんだけど。じゃあ俺の伝えたいことも伝えたし、家に戻るか。荷物も片付けたいし。自分の家みたいに言ってるけど、一応私の家よ。まあ、一緒に暮らすのか。今日から俺の家でもある。家賃払ってくれる？ええ。それ恋人に言うことか？勝手に恋人にしないで。拒否権はありません。ああ、そんなこと言ってみてえな。カムイ、正直に言うけど、私、その、好きとかそういうのわからないの。そうなんだ。その割にはなんか頬が赤くなってるけど。
そうか。いやあ、そうかって。大丈夫。お前は俺を好きになるよ。うお、どっからその自信が。何よそれ。俺が惚れた女を落とすのに手を抜くわけないだろ。え、精霊の時も惚れた女を落としたりとかしてたろ。よくそんなことを恥ずかしげもなく言えるわね。ちなみに聞くけど、カムイが前に言ってたやらなきゃいけないことって？お前と一緒に生きることに決まってる。すごい前から考えたんだな。ほら行くぞ。風が冷たくなってきた。なんでそんなに離れて歩くんだよ。気にしないで。恥ずかしいのかな。うわぁ、ちょっと。何抱えたの？もしかして。抱きかかえた？今。暴れんなよ、落ちるぞ。なんで抱えるの？いいって自分で歩くから。聞こえねえなぁ。あら、こちらは、陛下ですか？はぁ、多忙すぎて死にそう。今更何を。こうなることを承知で国王になったのではないのですか？そりゃそうだけどさ、人間っていうのは時に愚痴を言いたくなるものなの。そうですか。さらに言うなら最近失恋して結構ショック。フェリックスもかわいそうだね。っていうか何？初代大精霊かつ始皇帝ともあろうお方が、たった一人の女の子に恋をして、天津さえその恋心に気づいてなかったなんて。どんだけピュアなんだよ。あれなの？長いこと生きてきた弊害なの？もう超愚痴言ってるぞ。さあ、僕だって本気でリジーのこと好きだったのに。リジー様がカムイ様のことを好きかどうかはまだわからないのでは？見てればわかるよ。あら、もう諦めきっちゃってる。自分の好きな女の子の好きなやつなんて嫌でもわかる。本人に自覚があるのかどうかは別としてね。そういうものですか。そういうものだよ。ああ、理事、絶対上向きだと思うんだけどな。国の利益になるのでしたら、力ずくでも女王にしてはどうです？まあ、こんな後もすごいこと言うな。野蛮なこと言うな。そんなことしたら理事に嫌われるだろ。僕は国の利益と理事の愛、その両方が欲しいんだよ。そうですか。まあ、こんな後もね、そうですかしか言うことがないんじゃない。よくわかんねえよ、そんなこと、みたいな。そもそもリジー様を女王にして、本当に国に利益があると。政治云々はとりあえず置いといて、芯があって物おじしない態度と、物事を公平に見る姿勢は絶対向いてると思うんだよね。ですが彼女、民からは狩猟に呪われたこと、揶揄されているようですが、何度聞いても馬鹿げた話だよ。今からでもその話の出所を押さえて、広めた張本人の腕一本くらい切り落とそうか。面白いこと言うな。フェリクス、冗談が通じないな。フェリだった時ならまだしも、国王になった今、そんなことしないよ。フェリだった時ならするんだ。父上や母上見たく、民の反乱で死にたくはないんでね。リジーの声が戻った今、彼女を城に呪われた子だと思う奴はいないよ。リジーはずっとローブで姿を隠してたから、声が出ないって特徴でそう決めつけてたんだから、その特徴を失えばバレやしない。それに、平民が女王になるなんて、どこぞの物語みたいで素敵じゃない？本出したら売れるよ、きっと。加えてリジー様は資料が見える上に、今も精霊も見えますからね。僕にとってそれは単なる付属品だ。その力があるなら一緒になりたいと思うわけじゃない。その力がなくても、僕はリジーなら国をより正しく導いてくれる。そう確信してるんだけど。なあにせ、元資料始皇帝様のガードが固いからな。僕に乗り越え、変えないかって迫ろうにも、理事に近寄りもしない。そうなんだ。ところで、どうしてカムイ様をフェリクスの騎士団に？まあ今は人間になったとはいえ、元は大精霊な上に始皇帝だ。敵には絶対回したくないし、
自分の配下に置いておけば動きも見やすいでしょ。要は監視を兼ねてということですね。人聞きの悪いこと言わないでよ。それにどうせカムイは僕がそういう意図で騎士団に入れたって気づいてるはずだよ。剣の腕前はどうなんだろうね。この前捕らえた盗賊いるだろ。以前リジー様の家を襲った者たちですか。そう。そいつらに聞いたんだ。あんな森の中に女の子が一人で住む家があるってどうしてわかったんだって。たまたま市場で出会った茶髪の子供に聞いたって言うんだ。茶髪の方。それが何か。僕の推理はこうだ。あるところ、少女に恋をした青年がいました。その青年は狩猟でした。狩猟は人間と一緒に生きていくことはできません。そこで青年は考えました。自分が人間になれば少女と一緒にいられる。人間になるためには、少女に狩猟の持つ蘇りの記憶を集めてもらうしか方法はありません。しかし、蘇りの記憶は、そうやすやすと集まるものではありませんでした。そこで青年は思いつきました。狩猟の集う館に少女を閉じ込め、記憶を集めてもらおうと。ですが、少女をその館に閉じ込めるには、何か理由が必要でした。あら。カムイやるな。そして青年はまた思いつきました。町をうろつく野党に少女を追わせ、館に閉じ込める口実を作ろうと。そんなひどいことを考えたの？手段選ばないな、あいつは。カムイはどうしてもリジーを殺したくなくて、それでいて自分も死ぬわけにはいかなくて。多分北の館にリジーを閉じ込めても死なせない絶対の自信があったんだろう。ほんと尺だ。多少の誤差はあったかもしれないけど、ほとんどカムイの手で手のひらで踊らされてたのかと思うと腹が立ってしょうがないよ。そうですか。あのさ、ちょっとは慰めようとか思わないの？僕を支える大精霊様ですよね。そういう感情はわかりかねます。あ、剣もほろろに。ですが、あなたの思惑通りになったこともあるでしょ？こう、例えば、あなたの精霊を見る力をリジー様に授けたことです。あれ、そうなの？思惑なんだ。おそらくリジー様はあなたからその力を奪ってしまったことに負い目を感じているはず。人は自分のせいで他者が何かを失うことに対して必要以上に心を痛める生き物です。今後リジー様は一生あなたを思って心を痛めることでしょう。そこまで。あなたはそれも狙いの一つだったのではないですか。嫌だな、こんな後。僕がそんな幼稚なことすると思う？するでしょうね。否定しろよ。まあ、どうせ手に入らないんなら、少しくらい僕のことを思う隙間が心のどこかにあったっていいと思わない？性根が悪いですね。それ国王に向かって言う？国王だからこそです。向いてる性格だと思いますよ。そろそろリジー様とカムイ様が来られる時間では？ああ、もうそんな時間。何？遊びに来んの？兄上に会いに来るんだっけ？どうせ目覚まさないだろうに。ああ。彼は今人間と狩猟の狭間にいます。人間が精霊狩猟の領域に踏み込めば、戻ってくることは不可能です。狩猟になることを受け入れられないのならば、彼は永久に眠ったままです。たく、眠り姫ならぬ眠り王子とはね。リジーがどうしてもテレンスのことを表沙汰にしないでほしいって言うから、表向きには国を救うために、我が身を犠牲にしたって言うたにしてあげたけど、なんでそんなに兄上のことかばうかね。あんなことされておいて。どんな理由状況であれ、リジー様に最初に手を伸ばした人間が
彼だったからではないですか。なんでそういうところだけ的確な意見言ってくるわけ。すいません。あ、普通に個室で寝てるんだ。テレンス、あなたがしたこともこれからしようとしてたこともそのどっちも正しかったとは言えないけど、テレンスはテレンスなりに国のことを考えてくれていたんだよね。それに資料に呪われた子なんて言われてた私のことをたくさん気にかけてくれて嬉しかった。テレンスとお茶する時間すごく楽しかったわ。いつ不敬罪って言われるかハラハラしてたけどね。ね、いい思い出もたくさんあるんだもんね、テレンス。きっとあなたは一人で抱え込みすぎたんだと思うの。あなたに必要だったのは強い力じゃなくて、心から信頼できる、寄りかかれる存在が必要だったんじゃないかな。私は資料使いだから、もしあなたが望むなら、もう一度人間に戻せるかもしれない。また資料たちからは記憶を集めないといけないから、少し時間はかかるかもしれないけど、あれ、もしかしてやってあげるの?聞こえてるんでしょ、テレンス。あなたが決めて、私はあなたが望むなら力を貸すわ。マジか。今度こそテレンスのしたかったこと、ちゃんとしたやり方でしたらいいと思う。もう一人じゃないでしょ。今は私もカムイもフェリックスもいるんだから。あれ、どなたか。リジ、そろそろ。カムイが待ちくたびれてる。まだ全然時間経ってないのに。でもテレンスは王族だし、一般人の私が面会できてるだけでもすごいことか。バタバタしてごめんなさい。そろそろ行くわね。そういえばテレンス、私に何か甘いもの買ってきてくれるって言ってたよね。いろいろありすぎてもう随分昔のことみたいに感じるけど、王族御用達の美味しいお菓子待ってるから。あら、何も反応しなかったね。あ、目開けた。目開けたぞ今、最後に。あら、これはまた微笑ましいというか、なんかいっぱいいろんなの、精霊も悪霊も飛んでる。寝てる。わかんねえなら聞けばいいのに。なんだ?だってもうちょっとでわかりそうなんだもの。改めて勉強してみると古代語って難しいわね。あ、勉強会してんの?そりゃな、お前がやってるのは学者の領域だぞ。普通そんなところまで踏み入らねえよ。そう?でも、難しいけど分かると面白いわ。変わってるよお前。あら、今頃気づいたの？まさか、ずっと昔から知ってた。そう。そこ間違ってるぞ。え？上から三行目、その文字はさっき教えただろ。ああ、本当だ。いつになったらこの本を解読できるのやら。っていうか、この本カムイが昔書いた本なんでしょ?あれ?カムイ本なんて書いてたっけ?まあな、ルシュテインがどうしてもって言うから仕方なく。難しすぎるわ。哲学書でも書いてたの?昔の奴が書く文章なんて、どれだけ見えだけ張ったおべんちゃらバカだよ。そもそもその本を解読してみたいって言ったのはディアだろ?そりゃそうだけど。だってカムイがどんなこと書いているのか気になるんだもん。まだ半分も解読できてないのに、もう諦めるのか。ちょっと休憩してただけよ。ちゃんと全部やり遂げてみせるわ。多分。おお、頑張れよ。ああ。それにしても、あんなことがあったっていうのに平和だな。まあ相変わらず治安はまだ悪いけど。そういえば、ん?
今大聖霊はコンラート様なのよね。ああ。それじゃあ始皇帝って誰？始皇帝は誰ですか？その国ならこの道をまっすぐ行けば関所がありますので、そこで通行証を見せてもらえば入ると思います。入れると思います。そうですか。ご親切にありがとうございます。あれ？テレンスが始皇帝ってこと？それでこの国を出ようと、そういう話なのか？いえいえ、まだお若いのにいろいろな国を巡って勉強とは恐れ入りますな。まだ始めたばかりなんです。それでもご立派ですよ。ですが、あの国にはお気をつけください。あの国、精霊のしまう国と呼ばれているところです。そこは治安が悪くて、あれ？ああ。先日即位して日の浅い若き国王が病気に倒れられたとか、テレンスのことじゃん。本当に精霊が住んでいるのかどうかは知りませんが、厄災ばかりの国です。今は優秀な王が国を治めています。じきにそんな噂も消えると思いますよ。そうでしょうか。ええ、きっと。ところで旅人さん、通行証はお持ちでしょうな。あれがなければ関所は越えられませんが。いえ、実は持っていないのです。あら、言っちゃった。なんと、それはそれは一大事ですぞ。通行証がなければ関所は越えられませぬ。それに通行証を作るのにはかなりの時間がかかるはずですが。そうですよね。それに国に行くまでも時間がかかるし、お気の毒ですが、一度自国に戻って通行証を作られてから。ありがとうございます。でも大丈夫ですので。え、始皇帝だからね、多分ね。では僕はこれで。おい、まだ次の国に着かねえのかよ。しょうがねえだろ、飛んでいけるわけでもねえんだから。そもそも関所通り抜けるだけでなんであんなに時間がかかるんだよ。まあそれが関所の仕事だからな。はあ、いつになったら目的地に着くんだか、時間がいくらあっても足りねえよ。仕事を終えて帰る頃にはおじいちゃんになってるかもな。それ笑えねえよ。テレンスには時間は関係ないか。あら、従えて、ああ、消えた。さあな、俺の知ったこっちゃねえよ。お、何？ん？手紙？これお菓子？どうしてあなたがこんなものを？あら、ああ、ちょっと。あ、手紙がついてる。王族御用たちのお菓子を君へ。僕のしたいこと、今の僕にできることをやってみるよ。君とお茶をするのは、僕の旅の話を聞かせられるまで、時まで取っておく。いってらっしゃい、テレンス。旅の話が聞けるのを楽しみに待ってるわね。会ってもいいけど、二人きりはダメだからな。あ、結構カムイはやきもち焼きなのか。心配しなくても彼はもう何もしないわ。どうだか、それに俺はあいつが嫌いだ。はは、もう。あ、手紙で思い出した。ルシュテイン様の手紙。ん？それいつの話をもらったの？カムイ宛に手紙を預かってたの。はい、これ。今持ってるんだ。は？俺に？いつから持ってたんだろうね、手紙を。なんて書いてあったの？さあな。あら、クローディア。何？行きたいところがある。そう。ちなみに、どこなの？空が綺麗なところ。あら、素敵じゃない。場所は？これから探すんだ。これからかい。これからかい。
それって場所がわからないってこと？ああ。じゃあどうやって探すの？この絵を手がかりに探すしかねえな。こんなことなら、あの時にこの場所のことちゃんと聞いとくんだった。ふーん、そっか。頑張ってね。気をつけて行ってらっしゃい。一人で行ってこいと。お前も行くんだよ。ええ。ディアと一緒じゃなきゃ意味がない。なんで？そういう約束なんだ。なんのこっちゃ。しょうがないな。わかった。付き合う。見つかるといいね。早い時間にね。でもば、保証がわからないんじゃ見つけるまで時間かかりそうね。そうだな。でもクローディアと一緒ならどれだけ時間がかかったって構わないさ。人間になって寿命は減ったが、お前といられる時間はいっぱいあるしな。またそういうこと。とりあえず第二王子に長期休暇もらわねえと。え、まだ仕事し始めて、あれじゃないの、日が経ってないんじゃないの。一応新人騎士なのよね。そんないきなり休みなんてもらえるの。給料も先払いしてもらってたはずだけど。くれるんじゃねえの？何せ国を失った、救った救世主なんだから。こんな人が騎士でこの国は大丈夫かしら。確かに。何言ってんだよ。お前のピンチに真っ先に駆けつける忠実な騎士だぜ。むしろ鏡だろ。もう知らない。絵にこんなタイトルつけて俺によこすなんて、お前らしいな。今ならお前の気持ちがわかるよ、ルシュ。君に見せたかった景色。あれ？これは、ワンちゃん。ワンちゃんじゃないかい、これ。なんだこれは。クリア本当におめでとう。よく頑張って。あ、おまけ的なもんなのかな。あははは。おまけ的なもんらしいですね。これはちょっと実際にクリアをした私だけの楽しみということで、ちょっと後でじっくり見ようかなということで、蘇りの記憶無事終わったようですね。本当に合ってるよね、これね。おまけでね、もう一キャラぐらいちょっとちらっと見てみる。あ、サラさん、はい。いやいや、全然拙くないですよ。クリアしたんです。あ、やっぱクリア。あ、はいはい。今ちょっと飛ばさせてもらいます。今全然飛ばさせてもらいますけど、いやでも本当ね、割と、あ、消えちゃった。また現れてくれるのかな。すごい気楽に始めたゲームなんですけど、すごい密度の濃いというか、本当にしっかりした、これでフリーゲームなのかって思うぐらい内容の濃いゲームでしたね。とても面白かったです。なんか普通に有料級のいいゲームでしたね。なんかいろいろこの何記憶シリーズっていうのがよくわからないけど、あるみたいなんで、いずれはね、別のものもやってみたいなとは思っております。はい、蘇りの記憶無事クリアしました。もしこの動画が良かったとね、思っていただけたらチャンネル登録、高評価、コメントなどもよろしくお願いします。ではまた別の動画でお会いしましょう。ぽこたでした。